デルタは、というか獣人というのは土に執着する習性でもあるのでしょうか。園芸コーナーの花壇を荒らすんです。何度埋めても土を掘り起こしてしまい、ほとほと困ってしまいました。誰より戦闘を好み、常に最前線で戦うというのに、獣人の体力とは恐ろしいものです。なんとお優しい言葉でしょうか。正直、興奮したデルタの勢いがあまりにすごく、さすがにぐったりしてしまいました。それはつまり本能的なものであると。だとすれば今後も同じことが。何としてでも対策を練らなければ。